愛されないような行動をとってしまう人っていうのがいらっしゃいます。これ無意識にですね、防衛っていうのは、はい、心理カウンセラーの南優太です。で今日はですね、愛着障害、アダルトチルドレン、複雑性 PTSD や HSP のなどの心にね、生きづらさを抱えた方が、愛されたいのに愛されないという悪循環から抜け出すっていうことについてお話ししたいと思います。まあね、本当にこう心の痛む話なんですよね。そのカウンセリングでね、いろんな話聞いてても、愛着障害とかアダルトチルドレンの方とか、いろんなね、話を聞いてると、やっぱりこう心の底では、まあ、表面ではね、人にこう心を開くのはもう諦めようかなと思うんですみたいなね、そういうこう気持ちが伝わってくるような方でも、やっぱり心の底ではやっぱり愛されたい、大切な人としてこう、まあ、思いやりのね、こう目でね、優しい目で見られたいみたいな、そういうね、こう深い欲求ってやっぱり抑えきれないんですよね。でただしですね、愛されたいっていう気持ちがある一方で、やっぱり愛されたいデモが来るんですよね。愛されたいデモ、まあ、怖いとか嫌われる、傷つくんじゃないかっていう不安がすごく強い。そうするとだからこそ、これね、防衛っていうんですね。愛されないようにする、愛されないような行動をとってしまう人っていうのがいらっしゃいます。これ無意識にですね、防衛っていうのは意識的もしくは無意識的に、自分の心のバランスを保つために、行う、まあ、癖ですねのことです。これ防衛って言います。つまり愛されたいけど愛されないようにするから、結果愛されない、そして愛されたくなるんですね。そういう、こう悪循環があることがとても多いんですよね。でやっぱりね、僕カウンセラーとしてこうした方に本当に必要なのは、まずはね、どんなその人の気持ちとか意見も、なんていうかな、ちゃんと聞くっていうことですよね。これはもう僕がです。そういうふうに心がけてます。で、やっぱりこうした方たちっていうのは、こうカウンセリングにね、訪れるときに、こう、なんていうんですかね、今の現実を変えたいとか、自分を変えたいと思って予約してくださるんですけども、じゃあ変わるべきところがね、見つかるのかっていうと、なんか僕の中でそういう感じではなくて、本当に変わるべきなのは誰かとの関係性だったりするんですよね。つまりその人が例えば自信なさげにカウンセリングルームに、入ってきて、例えばカウンセラーがこう聞いてるだけとかね、そうするとこう自分の話に何のリアクションもしてくれなかったら、やっぱり悲しくなっちゃったりとか、自分なんかがここに来ちゃっていいのかなとか、申し訳ないとかって思う人すごい多いんですよ。やっぱりそういう風な不安とか罪悪感にこう、しんどくなっちゃって、人間関係が維持できないっていう人がすごく今多いわけですよね。だから僕がね、やっぱりこう心がけるべきは、本当に安心安全な人間関係をその場で作り直すっていうことですかね。そういうね、安心感のある人間関係を得ることこそが、本当にその人にとって変わる、自分が変わるっていうことにつながっていくんですよね。ですから、愛されたいっていうその人の気持ち、もしくは大切に思われたいでもいいですね、大切にされたいっていう、気持ちに、応えてくれる他者が必要です。でそれなしにね、よく嫌われる勇気とか本も払いましたけど、やっぱり嫌われろなんて、まあそこまで言ってるかどうかっていうとまた別の話なんですけど、自分一人で自立早くしなさいっていう子育てを受けてきてる方とかってすごく多いんですけど、そういうふうにされちゃうと、誰かと愛着の絆を結ぶ前に出ていけっていうふうにやっちゃうわけです。心の中に安心基地安全基地を育んで定着させてから、やっと一人になる能力っていうのが育つんですよね。そして人と親密になる能力っていうのが育つんです。で、その二つがあるからこそ、何かね、傷ついた時とか、うまくいかない時とかに立ち直る能力っていうのが育つわけですよね。ですから、すべての土台はこの安心基地、安全基地なんですよね。安定した愛着なんですよ。愛着関係って言いますけどね。
だからカウンセラーと安定した愛着っていうのを結べるようになることが本当の意味でね、愛着障害だとチルドレン、そか複雑性 PTSD の方、そして、中には HSP の方も多いですけども、そういった方が本当の意味で自己肯定感を育むことになっていくんですよね。安定型愛着、それがすごく大事っていう話を何回もね言いたいなと思ってるんですよね。はい、じゃ今日ですね、愛されたい、でも怖い、嫌われる、傷つく不安がある、だから愛されないように振る舞ってしまう、人との関係を避けてしまう、そういった方に本当に必要なのは、誰かとの安定した愛着、安心感のある人間関係なんだと。でそれを作るために本当にね、僕も、頑張っていきたいなと思ってるっていう、そういう人がここにいるんだっていうことをね、ぜひこれを一人でも多くの方に見ていただいて、メッセージを必要な方に、必要なタイミングで届けばいいなと思って、撮ってます。今日は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。